皆さんこんにちは、 B レジェンド大林です。それでは今日もソメラと一緒にトレーニングやっていきましょう。今日やっていただくのは腹筋のトレーニング、クランチやっていきます。足を動画のようにですね、椅子やソファーの上に置いていただいて、膝を90度ぐらいに曲げた姿勢で仰向けに寝たところからぐーっとお腹に向かって体を丸めていきます。ソメラのように息をふーっと吐きながら、お腹をへこめながらですね、息を吐いて曲げていくという意識で行っていただくと、より腹筋を使うことができます。やっていて首が疲れてきて、しんどいなという方は、2セット目のソメダのように手を首の後ろに回していただいて支えながらやっていただくと疲れにくくなりますので、おすすめです。動画を見ていただくと分かるんですが、体の動く範囲はすごく短いです。それほどですね、大きく上半身を起こす必要はありませんので、おへそに向かって体を丸めていく、おへそをぐーっと覗き込むような意識で、お腹を丸めるという意識を持って動かしてみてください。疲れてくると呼吸が止まりがちになってしまいますので、疲れた時ほどですね、曲げていく時にしっかり息を吐きながら動くという意識を持ってやってみてください。はい、お疲れ様でした。